手さん受けてもらってて、うん、この人すごいなと思ったのどんなところですか。もうリードがしつこい、もう本当にしつこい。いやもう同じ球種もう4球5球6球、はい、もう全然平気でいくし、3球4球目あたりからもうピッチャーもいやもうバレバレやってもうバレあかん、もうバレるってもうこれって思いながら首振ってももうサイン変わらへん時もあるから。でも城島さんがそういうリードするのはまあシーズントータルもそうやし、カード3試合っていうところも考えるし、そこをいろいろ考える。だから何でも頭に出るお前はみんなよりしんどいリードをするぞっていうのはもう前からそれ言われたから。だでもやっぱ何期も続けるとね、もう分かった。それ以上の軌道投げれへんわねって。